はい、どうも、ゆくんです。今回も話題の車、そして新型車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。ということで、今回紹介する車はこちら。最新版、日産エクストレイルでございます。で、このエクストレイルも先日、仕様変更が行われまして、安全性能が強化されたということになっております。見ていきたいと思います。1ページ目開きますと、エクストレイルの概要が紹介されております。安全性能が強化されたということで、全グレード、パトカー S ワイドの認証を受けているということになっております。次のページでは、エクストレイルの最大の武器である、インテリジェント4x4 についてが紹介されております。で、この機能によって、あらゆる悪路を快適に走行することができるということになります。次のページでは、プロパイロットについてが紹介されております。こちらは高速道路や自動車専用道路などで快適なクルージングを楽しむことができる、そういう機能となります。次のページではデザインについてが紹介されておりまして、こちらはオーテックのコンプリートカーが紹介されております。で、オーテックの仕様ですとこのような感じになります。で、専用のアルミホイールも全車に採用されて、よりスタイリッシュな見た目になっております。次のページでは足回りのチューニングもしっかり行われているということになります。次のページではインテリアの、インパネ周りが紹介されております。タフでありながらスタイリッシュな感じのデザインになっているなと思います。次のページではインテリアが紹介されております。2列シート車ですと車内空間このような感じになります。汚れに強いタイプのインテリアが採用されておりますので、濡れたものとか汚れたものをそのまま閉めるようになっております。で、見開きになってまして、3列シート車はこのような感じになります。で、3列シート車ですとどうしてもね、車格的に3列目補助位置のように狭い感じになってしまうんですけど、これはちょっとしょうがないのかなと思います。防水タイプのシートが採用されているということが紹介されております。で、ラゲッジも防水となっております。次のページではラゲッジについてが紹介されております。ラゲッジもかなりの容量が確保されておりますし、シートアレンジも多彩に行えるということになります。ラゲッジボードなども採用されておりますので、状況に応じて3つの空間を変えることができるようになっております。さらにハンズフリーのリモコンオートバックドアが採用されているグレードもあります。両手が塞がっている状態でもキーを携帯してリアバンパーの下に足を入れるだけでバックドアの開け閉めができるようになっております。隣ではシートアレンジについてが紹介されております。2列シート車、3列シート車それぞれシートアレンジも多彩に行えるようになっているようです。運転席、助手席、シートヒーターなどもメーカーオプションで用意されているということになります。次のページでは安全性能、そして運転支援システムについてが紹介されております。次のページではプロパイロットについてが紹介されております。こちらはですね、高速道路や自動車専用道路などで車線、そして車間距離をキープしながら運転アシストをしてくれるというシステムになっております。分かりやすく言うとクルーズコントロールのものすごいやつというイメージになっております。隣では四駆システムが紹介されております。電子制御の四駆システムが採用されております。エクモード、オートモード、ロックモードでドライバーが任意で切り替えることができるようになっております。さらに悪路走行時での車体の揺れを抑制するインテリジェントライドコントロールも採用されておりますし、エンジンブレーキのコントロールも自動で行ってくれるシステムなども採用されておりますので、コーナリングもスムーズということになっております。次のページではハイビームアシストが採用されております。状況に応じてハイビーム、ロービームを自動で切り替えてくれるシステムになっております。隣では後方の視覚をサポートするインテリジェントルームミラーが用意されております。こちらはリアカメラの映像をそのままルームミラーに映し出してくれるシステムになっております。次のページではインテリジェントアランドビューモニターがグレード別で用意されております。こちらは車両を上から見たようにナビ画面などに映し出してくれるので、縦列駐車なども楽に行える機能になっております。さらにインテリジェントパーキングアシストがメーカーオプションで用意されております。駐車装置も自動でやってくれるシステムになっております。次のページではエマージェンシーブレーキについてが紹介されております。で、車そして人に対して反応するというシステムになっております。で、
フロントカメラによるシステムということになっております。隣では前進後退時の衝突軽減ブレーキや加速抑制機能なども採用されております。で車線自達防止の電子システムなども採用されますし、進入禁止の標識も検知してドライバーに注意を促してくれたりしますし、後退時の車両検知装置、そして高速道路の車両検知装置なども採用されております。次のページではメカニズムについてが紹介されております。でガソリン車、ハイブリッド車それぞれの燃費がこのような数値となります。全車 CVT が採用されますし、メーカーオプションでクルーズコントロールも用意されております。エコモードも採用されております。隣ではハイブリッドシステムについてが紹介されております。2リッターのエンジンと高出力モーターの組み合わせということになります。でグリルシャッターなどを採用して燃費も良くなっているということになります。でさらに回生ブレーキも採用されております。ハイブリッド車にも4駆が採用されております。次のページではナビその他機能についてが紹介されております。で日産コネクト対応のナビシステムがメーカーオプションで用意されております。オペレーターによるサービスや様々な情報を得ることができるナビシステムということになります。さらにステアリングスイッチも採用されております。ディーラーオプションで後席モニター、そして日産の専用のナビドラレコ、そして ETC2.0 ユニットがセットになったパックも用意されております。オートエアコン、そしてマニュアルエアコンがグレードに応じて用意されております。メーカーオプションで車内を素早く温めることができるヒーターが用意されております。高温保冷機能付きのカップホルダーも採用されております。次のページではその他の装備が紹介されておりまして、グレードに応じて18インチアルミホイール、17インチのアルミホイール、そして17インチのホイールカバーがラインナップされております。メーカーオプションでルーフレールやガラスルーフなども用意されております。さらに収納もかなり充実しておりますし、メーターなども安いになっております。次のページでは上級グレードにはハイロービーム、ポジションランプ、LED ヘッドランプが採用されております。ベースグレードにはハロゲンヘッドランプが採用されております。フォグランプやサイドターンランプ付きの電動格納ミラーが採用されております。 ABS やヒルスタートアシストなども充実しております。隣ではエアバッグも車内全体を包み込むようにレイアウトされるということになります。さらに衝突安全ボディ、そしてフロント部歩行者障害軽減ボディ構造となっております。次のページではボディカラーが全12色ラインナップされるということで、個性を主張しやすい SUV ということになっております。シートもグレードに応じて防水シート、そしてクロスシートが用意されております。傷に強いスクラッチシールドにも対応しております。次のページではグレードが紹介されておりまして、ガソリン車ですとベースが 20S となります。で肉4駆で2列シート車となります。上級グレードが 20X、20XI となります。2列シートですと 20X、20XI に設定されております。で3列シートが 20X のみとなります。で肉4駆用意されております。次のページではグレード別の装備の差が紹介されております。このような感じになります。次のページではハイブリッド車が紹介されております。ベースが 20S ハイブリッドで肉4駆2列シート車のラインナップとなります。上級仕様ですと 20X、20XI ハイブリッドとなります。でこちらも2列シート車で肉4駆でラインナップされております。次のページではハイブリッド車の装備差一覧表が載っています。このような感じになります。次のページでは主要装備一覧表がいろいろと載っております。このような感じになります。次のページでも主要装備一覧表が紹介されております。このような感じになります。次のページでは主要所見表、そして車体の寸法数などが紹介されております。隣では品質、そしてアフターサービスが紹介されております。次のページでは特別商社のエクストリーマー X が紹介されております。こちらはよりタフなデザインのモデルとなります。次のページではエクストリーマー X の装備が
このような感じになります。で隣では使用装備表、使用所持表、そしてボディカラーが紹介されております。次のページではコンプリートカーのオーテックが紹介されております。外装そして内装専用のものとなっております。次のページではオーテックの使用装備表、そして使用所持表、ボディカラー、そしてオーテック扱いのディーラーオプションが紹介されております。ちなみにオーテック専用色でカスピアンブルーがラインナップされております。隣では福祉車両の助手席スライドアップシート車が紹介されております。それを表紙このような感じです。はい、ということで今回は最新版日産エクストレイルについて紹介しました。カタログの内容と話の内容、異なる表現等あったと思いますが、その点はご了承ください。またところどころ聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。でこのチャンネルなんですけど、基本不定期で動画の方を投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あと Twitter の方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、できれば Twitter のフォローもよろしくお願いします。で Twitter のアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。